よし、行きましょうか。まあ、ショッピングセンターで何か事件の手がかりがつかめれば、あればいいんですけどね。やあ、フォーマーさん。また調査ですか？はい。もっと証拠じゃなくて、詳しく調べようと思って。なるほど。店長、元木一郎さんはお店のどこで消えたんですか？最後に見たお客さんによると、駐車場らしいです。一郎さんは車でお店に来たんですか？ええ、置いた車の窓に吸い込まれるように消えたと。車に吸い込まれる？あ、窓に吸い込まれる？いや、お客さんたちの噂話ですよ。窓に吸い込まれるなんて、そんなことはありえません。だけど、見た人がいるんですよね。まあ、小さな子供ですから、何かの見間違いでしょう。警察も参考にはしてませんし。それじゃあ私はこれで、バーゲンの準備があるので。そのバーゲンって卵のバーゲンかな？何のバーゲンやろ？窓に吸い込まれた。深夜さんの方はどうだったんだろう？窓に吸い込まれた。窓に吸い込まれたといえばね、まあ自分たちから窓に吸い込まれていく仮面ライダーをね、僕たちは知ってるんでね。まあ、あいつだろうなっていうね、目処は立ってますけど。バグちゃん、バグちゃん、こんなところにいたの、バグちゃん。迷子になっちゃうでしょ、そんなとこいたら。ねえ、ちゃんとね、じっとしてなさいって言ってたじゃないね。さあ、ディケイド全員で使っていきたいんですけど、あ、そうだ、じゃあディケイドのね、じゃあ超技使っていきましょうか。ディケイドにはね、仮面ライドっていう能力がありましてね。あ、でも、前衛向きのスキルがない。あ、もういいや、これで。もういいや、こいつで。誰の世界だ。ディケイドの仮面ライドって言ってね。この、クーガから牙の基本フォームに限るんですけど、この、受け継ぐ技属性と、なんだったかな？コマンドだったかな？を受け継いで、なおかつ必殺技が、その、ディケイド、例えば牙を入力すると、ディケイド牙になって、ディケイド牙専用の必殺技が出てくると。さあ、これでディケイド牙にね、変身したんでね。じゃあ、まあ、光栄は、ちょっと空ができましょうか。ああ、こっちで行きましょうか。光栄で相手と同じか。なかなかね。なかなか、ない光景ですけどね。ディケイドとクーガ。もうこのコンビは間違いなくね、ディケイドを見てる人だったらね。まあこのコンビは一度は使ってみたいですよね。さあ、この二人がね、ディケイド。なかなか、角谷司とね、小野寺コンビは、まあね、角谷司の旅もね、小野寺が見なかったら成り立たなかったんでね。そう考えるとなかなか面白い。さあ、まあ、ディケイドファングっていうね、専用技になってますね。これがね、まあ、ディケイド牙専用の必殺技っていう感じなんですけど。さあ、スッとフェイツ。よし、OK。やばい。危ねえ。あ、そっか、相手必殺、あいつ、いや、さやさか。まあ、そう簡単にはね。あ、おやし声聞きましたね。まあでも、こっちは結構防御区があるんでね。攻撃。はい。まあ。はい、強い。じゃあ、これ使っていきましょうか。相手の防御。いや、これ地味に強いな。やっぱ第2弾になってから、急にスペシャルカードのパワーが上がりましたね。ね、高くて200とかだったけど、ついに300とか。おぉ、いいですね。お互いの防御が減ってる感じで。ディケイズアタックを決めれば、かなりのダメージが期待できますね。あー、弱い。110! 勝てるかな、不安になってきたわ。さあ。結構効きますね。相手防御がね、300減って、ほぼゼロなんでね。あ、いいっすね。さあ、必殺技溜まってきましたね。ここは先行取りたい。でも1回目に今んとこ先行取ってないからちょっと怖いっすね。二回に防御が発動していければワンチャンあるかもですけどね。さあ。お、
ありがとう。ありがとうさんね。ありがとう。いやー、この時のためのライダーバダッシュですね。さあ、新技見ていきましょう。よし、溜めて。ガラスが割れて。お、やばい、牙といったらもう月ですからね。ほら、脳天直撃。ガラスが刺さってる。よし。いやー、よかった。久田さん見れてよかったな。はい。この世界に用はない。そんなこと言わんといてよ。キバさん、じゃなかった。つかささん。つかさくん。ちなみに、自分の一番好きな世界はやっぱ響きの世界ですかね。やっぱあの、響きさんから子供の方にね、受け継ぐっていうのも、なかなか面白かったし。何しろ戦闘シーンがね、本編ではなかったデュエットのところがね、やっぱり印象的ですね。消えろバグ、お前の居場所なんかな。さあ、見ていきましょうか。お、ホーマーじゃんか。フェニスさん、今日も頑張らないと。まあな、サマーカップも近いし、特訓の最中さ、お前もどうだ。僕は調査に来たんだ。頑張れるじゃなくて、お前はお姉さんの仕事を手伝え。そっか、深夜さんのことだな。ケンジさんは深夜さんが消えた時の様子とかは知らない？俺はその日ゲーセンにいなかったからな。そうですか。敬語？だけどさ、他の頑張りだから変な話を聞いてるぜ。変な話。ああ。深夜さんは頑張りでもマシに吸い込まれたって。また、また吸い込まれたか。吸い込まれた？頑張りだに。らしいぜ。モニターに吸い込まれるのを見たってやつがいるんだ。怖すぎんやろ、それ。遊んでたら思いっきりガーってね。ま、さすがに俺も信じちゃいねえけど。怪しいな。元木一郎さんは車の窓に吸い込まれた。深夜さんは頑張られるモニターに吸い込まれた。また共通点が出てきたよ。怪しさ満点やな。窓に何かに吸い込まれるっていう共通点がね。それってもしかして、何かをかざすと、入れるやつかな。まあ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 、まあ、新ライダーでね、今回の診断で出てきたライダーが怪しそうですけどね。さあ、一体誰でしょうかね。いけ、よし。なるべく近くではっきりと問うと。濃さはね、濃さだけはいいんですよ。濃さだけはいいんですね。さあ、お、なかなかいいんじゃないですか。あ、正体が、龍騎。ああ、龍騎、こんなとこにいたのか。雑誌のね、あれですね、取材はこんなとこでやるんでしょうかね。放水路のとこなんでね。さあさあさあ、これ自分のね、研究結果を見せに行きましょうか。窓に吸い込まれた。モニターに吸い込まれた。そうなんです。二つの現場で似たような証言が残されているんです。もちろん誰も信じていないようですけど、普通の人が見たらそうだろうな。もちろん僕は違うぞ。窓にモニター、ふむふむふむ。そうか、隠し紙ではなく、あれだったのか。あれって、心当たりがあるんですか？うむ、深夜君たちは 2D ゾーンに閉じ込められたと思われる。2D ゾーン、何ですかそれは。2D ゾーンとは、二次元の世界という意味だ。二次元とは、紙や鏡のような平らな空間だ。紙や鏡、今回の場合は鏡。そう、窓やモニターが入り口になっているのだ。閉じ込められた先は鏡の 2D ゾーン。これはミラーゾーンと呼ばれている。もう、ミラーゾーンって言ってる時点でね。まあ、あの仮面ライダーがどんどん浮かんできますけど、そこに引き込まれることがあるらしい。引き込まれた人はどうなってしまうんですか？それは分からん。一生 2D ゾーンに閉じ込められるとも言われている。一生？なんだね、ひみこくん。その 2D ゾーンとかミラーゾーンとかいうものが弁護士の山田先生とどう結びつくんですか？うむ、そうだな。弁護士が 2D ゾーンの入り口を自由に扱えるとしてたな。そんなことってできるんですか？やつが普通の人間ではなく、二次元から 2D 人ならあり得る。うぶ。それなら調査マシンに反応がなかった理由もわからんではない。そう、そもそも妖怪などいるはずがないのかもな。はあ、お前がそれを言うのか。切り替えが早いなあ。弁護士とは替えの姿で、人間を 2D 像に連れ去るのが目的。となると、これからも被害者が増える一方。よし、もう一度やつの事務所に乗り込もう。
また追い出されそうやけどな。今度はなんだね、ひみこくん。証拠がないとまた追い返されますよ。うむむ、それもそうだな。それに、ツーリー人がなんでわざわざ弁護士なんてやってるんです？それはだな、うむ。確かに、それもそうだな。もう、ねえ、鏡の世界か。まさか仮面ライダーが変わっている。鏡に関わるライダー、もうあいつだやろうな。なんならもうあいつじゃなくてあいつらだろうな。おっ、グルーさん、人々をミラーワールドにね閉じ込めるなんて、グルーさん絶対許さねえ。さあさあさあ、6週目に来ましたけどね、もう一度ゲームセンターを調査してみようかな。今回はですね、毎週やることがありますね。前回はね、結構2週間ぐらい空いてる週があったので、今回のね、第2弾は短いながらも、毎回ね、やることがあるんで、なかなかやりごたえがありますね。さあさあさあ、怪しいとこに来ましたよ。トレーサーを使って調査した。ダメだなぁ。新しい手がかりはなしか。毎回いんな。ホーマー、今日も調査か？あ、うん。な、俺にも手伝わせてくれよ。絶対役に立つぜ。所長のオーケーがないとダメだよ。あのおっさんか、キコは医者じゃないのか。所長は研究所で研究中だよ。そっか。まあいいや、いずれ俺も道具のメンバーになっから。そん時はよろしく。ケンジさんは前向きだなぁ。当たり前じゃん。そうそう、サマーカップだけどさ、お前のエントリーやっといたぜ。ありがとう。困るよ、そんなの。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、すげえじゃん。参ったなぁ。いや、内心嬉しいくせに。あれは意外に、深夜さんのお母さん。あ、一周目ぶりですね。久しぶりに会ったわ。今日もか。今日もって、深夜さんがいなくなってから、あの人毎日ここに来てるんだ。そっか。サービスをでさ、見てるよりこっちも辛いよ。まあ、親だからな。あなたは、ドールの。どうも。調査をしてくれているんですね。ありがとうございます。はい。私が来ても意味がないって分かっちゃいるんですけどね。そんな。ここで待ってたら深夜がふらりと帰ってきそうな気がして。そんなことないのにね。それに深夜は頑張られたが、それは大好きで、ここに来れば頑張られたもあるし、少しでも多く深夜のこと思い出せるから。ちょっとまだ深夜さん死ぬら変で、まだ深夜さんいなくなったら変で、絶対とは言い切れませんけど。え、深夜さんは消える現象、謎は解いてみせます。フォーマーさん、深夜のお母さん、俺が保証するよ。こいつは絶対深夜さんを見つけてくる。だってこいつも深夜さんと同じ頑張ライダーなんだ。頑張ライダーを信じろって、ごめんなさい、気休めにもならねえこと。いいんです。私、このゲームセンターの人たち、ガンバライド付きの子たちに、気苦労をかけてしまっているみたいですね。いや、そんなことは。これ、深夜さんが対決にしていたカード。おばさん。そろそろ諦め時なのかも。これ、フォーマンさんにお譲りしますね。何を言ってんですか？受け取れませんよ。もう持ってるし。いいんです。持つべき人が持っていた方がいい。そんな。諦めんなよ、おばあちゃん。フォーマーはカードを受け取った。それじゃあ。もうやめてくれ、もう。そういうこと言うのは。俺、調子に乗りすぎたかな。参ったな。悪いことを言っちゃったかな。2D ゾーン、ミラーゾーンの謎さえ解ければ。ミラーゾーン？なんだそれ、ミラーバウドみたいなものか。やっぱケンジはピンとくるんやな。ミラーバウドって何？これだよ。これ。これだよ、仮面ライダー龍騎。龍騎に出てくるライダーたちはミラーバウドを行き来できる。そうなんだよ。そこに出てくるね、怪人とかがね、いろいろ悪さするんですよね。っていうカディスト物語じゃないですね。人間も結構悪いやついっぱいいますね。そうだ。この世界とは隔たれた全て逆さまの世界。ライダーたちは車の窓とか鏡とかを通じて、こっちとあっちを行ったり来たりできるんだ。窓や鏡。ねえ、ケンジさん。勇気とかって普通の人のミラーバードに引きずり込んだりできるの？契約モンスターにやらせばどうかな。できるんだね。多分。
だけど、正規のライダーがそんなことするわけねえだろ。その正規のライダーをね、悪事を働かせようとするやべえ奴らがいるんですよ。小さな奴なら理由かな、ともかく。これでやっと一人減りましたね。とか言ってるような。もうね、死体を壁に埋めてるようなやべえ奴らかな。山田ひとしこと先生は、所長の指摘にドキリとしてた。やっぱそこ見落とさなかったか。だから多分、あいつが犯人だと思う。そして、ミナバードの隆起。まさかあいつは、ドクターハデスからギアを変えて、隆起を実態にして都合の悪い人間をミナバードに。それなら、事件のついつまは合う。お前怪しさプンプンやね、あいつ。おい、どうしたんだよ。確かめてみないと。怪しさ満点や、こいつ。よし、先生を先生じゃなくさせてあげましょうか。お前が犯人なんだよ、ケンジさん。証拠はすべて出ているんだ。事件は裁判所で起きてるんじゃない、現場で起きてるんだ。来たー。いや、意外と化けの皮が剥がれるのはああいう人ほど早いからな。よし、今日は先生の事務所に行ってみるかな。もしあいつがギアを悪用してるなら止めないと。ああ、もう止めましょう。もうあいつがわざしてるからな、確実に。その前に弟子入りをするでコーヒーを飲む。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。コーヒーありがとう。いやー、美味しかったな、コーヒー。さ、欲しい類でも行きますか。さてさて、聖地順で、聖地順で。あ、あれ、あ、バグいないんだ。痕跡が。バグが書いた汗が。さあさあさあ、こっち来い、こっち来なさい。はいはいはい。さあさあさあ、満点ですね。今の俺、頭部50ポイント、下部50ポイント、ストート部100ポイント。あれも、だいたい同じくらいか。ナイト、ナイト。あ、ペガサスオームか。いいね、どんどん集まっていきますね。いやー、いいですね。どんどん集まっていきますね、カードが。カードじゃないや、ライダーが。さっきはね、マイティホームもね、集めたので。さあさあさあ、意義あり、意義あり。意義あり。ホーマーさんは先生の事務所までやってきた。ホーマーさん。あいつが悪いことをしてるなら、ギアを使って。それにしても、何なんだろう、これ。それは世界の破壊者、ディケイドのベルトだよ。なんでこれが僕に。さあ、怪しそうなやつが。また君ですかね。しかも、たった一人で、深夜さんはどこにいるんですか？はい？怪しい。とぼけないで。深夜さんのお母さんはとても心配しているんだ。参りましたね。いきなり人の事務所に乗り込んで、勝手に私を犯人扱いをして、本当に警察を呼びますよ。フォーマーは頑張られる気を見せた。お前な、それは、なんで君が。お前は仮面ライダー隆起を実態にして、都合の悪い人たちをミラーワードに引き継ぎ込んだ。貴様は、何者。このギアに見覚えがあるはずだ。これと同じギア、お前はドクター派ですから。くっくっく。笑うな。ドクター派です。何ですか？それは漫画やアニメのキャラですか？まったくお子様ですな。態度が変わった。まったくもって意味がわかりませんな。仮面ライダーナイト、ミラーワールド。裁判でそんな、ナイト、仮面ライダーナイトって言ったな、お前。裁判でそんな弁論をしようものなら、私、弁護士の証であるこの天秤のバッジを永遠に送らされますよ。開き直った。お帰りなさい。ここは子供がいて良い場所ではありません。See you next time。これで間違いない。あいつはギアを使って深夜さんたちを触ったんだ。だって、僕は隆起とは言ったけど、ナイトとは言っていないし。これであいつは次に僕を狙うはず。窓やガラスのあるとこから僕を、どこだろう。あいつは顔に出るタイプだな。ここでさ、仮面ライダーファームとか言ってたら、あ、映画も見てんのかって納得するわ。ここならガラスが多いかも。正面ガラスの前に立った。来い、リュウキ、それでもないとか。
本当は正義のライダーなのに悪の手先にされて人間をさらわせるなんて許せないよ。許せない許せない。ナイト来たな。ぐー。ナイトやっぱかっこいいな。ガラスから仮面ライダーナイトが現れた。ナイトやっぱかっこいいな。来た。よーし。フォーマーはダブのカードをリードした。よーし、行けダブル。ジョーカーエクストリーム。ダブはナイトにジョーカーエクストリームを放った。こいつはジョーカーエクストリームは使えないやつ。ぐは。痛い。ぬぅ、あのお子様。まさか、私の襲撃を予測していた。そうだ、だからガラスの方にここに来たんだ。これでもうごまかせないね。なんてお子様ですか。逃げんな。先生は事務所の方に向かって逃げ出した。逃げるな、卑怯者。逃がさないぞ。待て待て。こら、待て待て。ああ。ああ。もう結局ここに戻ってくるんだな。フォーマーは先生の事務所までやってきた。あいつは中に逃げたか。あれ、今のってフォーマーだよな。こんなビューに何の用だろう。また調査とかかな。なんかあいつミラーバードのこととか聞いてきたよな。俺の大事な知識が役に立つかも。よっしゃ、俺も手伝った。行動力だけは認めるわ。見つけた。しまった。鍵をかけ忘れました。ガムラデギアを渡すんだ。それは悪い奴が持ってちゃダメなんだ。うるさいですね。何が悪い奴ですか。私は正しい判決のためにこれを使ったのです。正しい判決。この国の裁判はたびたび間違った判決が下される。私にはそれが許せないのですよ。正しい判決のためならたとえそれが悪行であってもやむを得ないことなのです。そんなの間違ってるよ。だからって深夜さんたちをさらっていいはずがない。出てきたなお前ら。さあ休憩にないと私を守りなさい。戦わなければ生き残れない。言わされてんのか。勇気とないと。くす、ケンジは扉の隙間から事務所の中を覗いていた。本物だ。嘘だろ。握手してください。さすがにそうはならんか。ちょっとね、あんまりいいカードがないですけど、どっちを先にするんだろう。それによって使うカードが変わってきますね。まあ、あ、でもどうなんだろうな。どっちが何属性とかまだ分かんないもんな。さあ、俺は確実に勝ってね、この勝負で負けたら間違いなく僕たちをミラーワードに引き継ぎ込まれてしまうんでね。まあ一緒にいるケンジのためにもやるべきことをやらないとね。行きましょう。ダブルとディケイドコンビ、ムービー対戦チームだね。こんなにかんやでこの2人もね、チュートリアルとか出てきますけど、まあ、今回は別のカードでねタッグを組んでいきましょうか。出てこい出てこい、俺の友達ダブル。ディケイド、ダブルのフィギュアライズスタンダードめちゃめちゃかっこいいっすよ。体力は少ないな。でもステータスがでかい。結構ステータスが高いな。やっぱ龍騎はレジェンドレアなのかな。やばい、この勝負負けられない。よーし、よくやった、よくやった。 OK、 まずは先手、まずは先手取りましたね。さあ、まずはね先手取っていきましたよ。ここはどうしようかな。メモリーチェンジはまだ使えないんでね、ここはちょっとステータス上げていきましょうか。あー、でも相手のこれなんだっけ、相手の攻撃か。ここはちょっと空ガでいきましょうか。やっぱ自分の能力上げていきたいんでね。やっぱ250するの結構でかいですね。やっぱり。やださ。うわ、惜しいな。惜しい。でも全然大丈夫よ。
運が良すぎるぜ。運が良すぎる。いいんすか、そんなチャンスもっちゃって。ごめんなさいね。はい、2ラウンドも動くほどできないね。あれあれ、どうしちゃったのかな先生。そんな仮面ライダー任せで戦ってはダメなんだよ。さあ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 、じゃあトム使っていきましょうか。いやー、なかなか相手攻撃できないな。いやー、むか100、いや、やば、全部ライダーがライダー出した。いやー、まさかそんなことが。面白いな、マジで全部ライダー出した。お、耐えられるかな。さあさあさあ、何やかんでいっぱい見てきましたよ、この技も。これでね、ワンチャン、まあおそらく3ラウンドまで連続でライダー出してきたんでね、最悪これで防御されても耐え切れられても4ラウンド目もね、まあ、どうせまたライダー出してくるんでね。どうかー、いけ、わあ、だいぶ耐えるな。これちょっとやばくないか。大丈夫かなこれ。これちょっともつれるんじゃない。これやばいな。ちょっと仮にこれ必殺技打たれても耐えると思うんだけどね。うん、さあ、あ、やばい、あ、先行取れた。ちょっとやばいって。やばいって。やばいって。うん。やばい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 。まあ、リュウキの下ささ見れるのは嬉しいけどね。さあさあさあ、お呼ばれ。ご主人様。いって。劇中でも、頭髪率 100% の。必殺受けた。さあ反撃だ。でもこれで勝てるかな。365は減らせんやろ。65。お、俺たちが勝つぞ。ここは頼む頼む。やめて、やめてー、やめてー、もうやだー。また同じの見られるのかよ。せっかく1段目から3段目で全部台無しちゃったのに。弁護士、畜生、おのれ弁護士ー、あー、おのれ弁護士。おい、いい毒。いい毒かよ。弁護士が。ああ、無事、敗訴です。ありがとうございました。嘘だなぁ、もう。あ、大事な戦いで負けてしまった。負けてしまうとは情けないぞ。畜生。やっぱノーマルカードでやったのが悪かったんかな。さあ、全英レジェンドカードにしましたけどね。まあこれでなんとか勝っては欲しいが、まさか負けると思わなかったな。マジであの画面、あれですね、だいぶ前にやった時でも一回も見たことなかったかも。昔はマジでなんかこういう大事な勝負で負けることとかなかったからな。いや、マジか、ゲームオーバーとかあるんやな、このゲームに。いや、マジで分かんなかった。マジでびっくりしたわ、さっきのやつ。いや、もう次は勝たせていただきます。相手防御力が高いんだよな、結構。やっぱな、強いな。やばいな。さっきより悪いな。でも必殺技威力が
こっちの方が高いから必殺技で仕留めきれればって感じやね。そうそうそう、まあ相手の防御力減らしましょうか。ここはちょっと攻撃取りやすくしましょうか。まさかね、ここで防御力の高さが響いてくるとは思わなかったな。これやっぱ強いですね。相手の防御マイナス300、これだったらね身代わり防御もある程度なんとかなりそうですけど、いやでも相手も上げてきたか、防御力あんまり意味なくなっちゃったな。さあ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 、ちょっとの見押しとかはさすがにできないですもんね。ライダーダッシュ多いな、ライダーダッシュ多いな。さあさあやっていきましょうか。さあ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 、さあ問題はこのタイミングで、あれですね、2回でボギーは出てくるか出てこないかで結構勝負決まりますね。さあさあさあ、どっちが先に必殺技を出すか。よしよし、いいコマンド、いいコマンド。危ねえ、やばいやばい、マジでライダーダッシュ多いな、マジでライダーダッシュ多いわ。すごいなマジで、さっきのバトルといい。お、よし、通った通った、技が通った。おら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 、さっきのお返しじゃ。うわあ、決まったね。ねえ、これでいったやろ。いやーよかった、負けず。初めてじゃないか、バグに1回負けてるわ、そういえば。1回負けて、よし、これで事件解決ですね。お、龍騎のカードとナイトのね、まあ多分龍騎の方は攻撃が光ってたんでレジェンドレアでしょうけど、4000、だいぶうまい、経験値うまい。さあさあさあ、レベル上げていきましょうか、攻撃をね。おい、これお前のせいでどんだけの人が苦しんでんだと思ってんだ。頭が痛い、なんだこの痛みは。あなたの負けだ、助けてください。私は悪かった、私は悪かった、弁護士やりながら裁判で全部捨てしまって、ことで反省してます。みんなワードにいた人たちは必ず戻します、約束します。シニアさんたちよ、本当に危険なミラーワードから安全なキャスルドアに移してあります。ちゃんとみんな無事ですから。小物感やば、やはり貴様にギアはふさわしくなかったが。お、出た、お前はまさかパパイヤ鈴木、私はドクター派です。すべてを見つめ、すべてを知る者、そしてすべてが悪と分かった者。ギアが求めれば強き悪、貴様のような正しい判決などを願うふぬけではない。勝ち上げ、ハデスは先生からギアを取り上げた。ドクターハデス、ただ強く正しきものか。ふふふ、今回も貴様の勝ちか。お前がギアをこいつに。戦いはまだ終わらん、まだ終わらん、さらばだ。うわ、とても眩しい、非常に眩しい。また逃げられた、何なんだあいつは。つう、何なんだよ今時こんな眩しいの。ケンジさん、いつからここに。龍騎とナイトが出てきたあたりから。じゃあ僕がライダーを見た、びっくりした。全部見たの。うん、だからびっくりしてる。どうしよう、おさんとか内緒なのか。うん、戦うから危ないし。誰にも覚えてないのか。多分俺が第一号。どうしよう。よし、これから俺とお前の秘密だ。後でゆっくりと事情ってのを聞かせるよな。とにかくこれは二人の秘密な。ケンジさん、あのカリフラワーみたいな頭のおっさんって悪いやつだよな。さすがわかるよな。
つまり悪と戦ってんだろ。なら俺も手伝うぜ。俺とお前は今日からコンビだ。うんうん。お、ツーリー人、京都行くをこそ。たとえ証拠がなくても、見て見ぬふりはできねえのだ。て、あれで？なんで少年がここに？しかも、下船にいた少年まで言うとは。じゃあな、フォーマン、これからはコンビだぜ。うん、あ、それから来週はサマーカップだから絶対出場してるかな。あ、だからが7週目が8週目になってんの。8週目じゃないのか。え、な、ゲーセンの少年が何故この事務所に。はい、僕についてきちゃって。ふむ、やや、ツイジンが倒れているではないか。そうなんですよ。いや、僕もびっくりしちゃって。気を失っているようだが、とりあえず救急車呼びましょう。お、そうだな、それがいい。うまく隠しきれたかな。次の日のこと、深夜をはじめとして行方知れずだった人たちが次々と家に戻ってきた。先生はフォーマーとの約束を果たした。もちろんだからといって先生のやったことは許されない悪行なのだが。さあ、無事ね、事件は解決しましたね。もう先生はもう弁護士としてやっていけないでしょう。あれですね、ドールでなんか雑用係として働くっていうんだったらね、まあ、考えてやらんこともないが。さあ、サマーカップか。あ、なんかサマーカップだからなんかね、頑張られても大会ではあるんだろうけど、一体勝ったら何が起こるんでしょうかね。まあまあやっていきましょうか。これで第2弾も終わりですね。